ベストオブジベスト絞り込まれてきました。準決勝ファーストレグです。決勝までの道のり、準決勝を制した者がその栄光の舞台に駆け上ります。UEFA チャンピオンズリーグアンセムをお聞きいただきましょう。決戦、決勝、ファイナルへの道、進化が問われる舞台。サッカーの女神、どちらのチームに微笑むのか。どんな戦いになるのか、期待に胸高まります。さあ、笛が吹かれてファーストレグスタートです。 UEFA チャンピオンズリーグ準決勝ファーストレグ、ガラタサライ対 AS ローマ。さあ、七海さん、特に気になる選手がいましたら教えてください。テンテメロですよね、はい、個人の能力でボールを奪えるというストロングポイントがありますよね、うん、そしてその奪ったボールを自らが運んでいく、その前の推進力、特徴的ですね。やはり彼をどう生かしていくのかというのも采配の一つなんでしょうね。ベースに置きに行く、懸命のクリア。スルーパス、抜け出しました。抜けてくる、ブロック。いやー、もったいないですね。が枠の右、ギリギリのところを狙ってきますから怖いですよね。長いボール裏へ落とす。15分が経過、前半です。ローマ、起点となるアクションが欲しい。ナインゴラン、ヤリッチ、縦にボールをつないでいきます。スペース出ましたね。あー、これ狙える。今度はどうだ、ゴール、ローマ、ローマ先制1対0。少しプレッシャーが足りなかったか、フリーで打たせてしまいましたね。最も気をつけなければいけないエリアでフリーにさせてしまいましたよ ね。 そうですね。まずはディフェンスの修正が必要になってくるでしょうね。はい、ローマ先制ゴールを決めました。1対0。この先制ゴールでメンタル的には非常に楽になると思いますね。サイドのスペースへ走らせる、抜けてくる。さあ、裏く緩まず、スローインです。ヤニッチ、見事なパス。
スの、ね、前を向かせないポジショニングとそれからボールを取りに行くタイミングがうまかったですね、うん、そうですね。前半32分を回りました。ローマ1対0でリード。プレス来てましたからね。エマヌエルソンが今日の試合得点を挙げています。どうだ、シュート。わあ、いいシュートでしたね。守備陣のほんの少しの隙にしっかりつけ込んできます。前線のプレスからチャンスが生まれましたよね、はい、今みたいに積極的にアプローチして狙っていくっていうのは効果的ですよね。そうですね。裏く緩まず、さあ前、ライン裏狙いましたね。これはオフサイドです。ウルマが飛び出していました。ラインギリギリっていう感じでしたよね。微妙な判定でしたけどね。残り3分というところでしょうか。ナインゴラン、エマヌエルソン、味方を走らせる。なんか揃ってますね。中に入れてくる。さあシュートに行けるか。シュート、ここでレフリー笛を吹きました。前半が終了します。結果前半1対0ローマ、まずは1点先制して折り返す前半となりました。やはり1点でもリードして後半を迎える方が気持ちの上では楽になりますよね。そうですね。何が起きてもおかしくないドボールの世界。ローマが1点を先制して折り返します。さあご覧のようにセカンドハーフスタートしています。裏のスペースに置きに行く。繋いでる。裏く緩まず、どうする。リトゥルーレ、もう一つ前に行きたい。デロッシ、ここで受ける。オフサイドになります。いい展開ですね。ボールを受けます。自分で行く。体を張ったプレー。ここはカットします。ここまでご覧になっていかがですか、七海さん。ローマとしては追加点が欲しいですけど、追いつかれないように守備も意識しなければならない、難しい時間帯ですよね。キープ力ありますね。裏に味方を走らせる。オフサイドです。ローマ1点を先行しています。後半21分というところ、このシリーズからのパスは通りませんでした。しっかりパスコース見えてますよね。オープンなゾーンだ。弾かれてしまいましたが、コーナーキックへと続きます。今日初めてのコーナーキック。パンチング、裏を狙う。さあボールが抜ける、抜けてくる。ブロック、惜しいですね。悪くないんですよ。これはポストのわずかに右でした。逆に行っていればゴールっていうシーンですからね。セミカヤ、
さあ残り15分切ってきた。シェジュ、セミカヤ、つないでる。スルーパス、オーバーラップですね。これはよく触りました。37分経過、後半です。ラインゴラン、後半残り5分を切りました。試合終了まで間もなくです。このまま勝ち切ることができるでしょうか。ローン、おっとまたファールですかね。報いはイエローカード、この試合初めてのイエローカードです。アディショナルタイムに突入。デストロー、ラインゴラン、デストロー、絶好の位置だ。さあシュート、ゴール決まった。ローマ突き放します。抜けてボールはゴールへ。キーパーからしてみれば非常に嫌なシュートでしょうね、はい、ディフェンスの間から抜けてくるので一瞬反応遅れてしまうんですよね。なるほど、今日2点目です。さあローマ、これはもうダメ押しゴールと言っていいのではないでしょうか。もう実験試合終了、2対0、ローマ見事敵地にて勝利しました。さあ七海さん、試合を振り返って一言お願いします。ローマとしては完勝と言ってもいいんじゃないでしょうかね。終始自分たちのペースで試合を運べましたからね。ゲームプラン通りの試合だったと思いますね。はい、ありがとうございます。さあ